おはようございます。変な匂いしません？そうね、何かしら。何？シーツの中かしら。ん？待て！これは第二次成長期の男性に起きる一般的な現象で。イルグ兄さん。はい。口では妹と言っていても体は正直ね。今度から私にお申し付けください。専属使用人ですから、そういうお世話もします。私たまに思うの、妹と恋人どちらか選ぶのではなくて。これもプラン通りなのか。死ぬのかな。船酔いで死んだら笑いますね。ちょっとトイレに行ってきます。変な匂いがするわね。